金沢市立西南部中学校は、石川県金沢市新保本にある市立中学校。おしの小学校通学長、三和小学校通学長、西南部小学校通学長1階は、保健室、生徒玄関、技術室、相談室、作動室がある。中央には、階段がある。2階から4階は普通教室が、各階、普通クラス用が5室ある。 2階は2年、3階は3年、4階は1年が使用している。また、左右両端にトイレが設置されている。1階には、通級指導学級があります。1階から4階まで理科、美術、音楽の特別教室で構成されている。2階に、美術室、図書室、視聴覚室、放送室、第1音楽室。3階に、CAI 室、第1理科室。 第2理科室、4階に調理室、被覆室、第2音楽室で構成されている。図書館の隣にある部屋で、自主学習のための部屋、朝7時から夕方の16時まで開いている。1階が事務室や校長室、職員室、印刷室などで構成されている。1階に職員室の隣に相談室があります。朝7時から、 夕方16時まで開いている。机と机の間は、目隠しとなる仕切りがされている。1階に使われていない、休校外出の部屋で別室でのための登校する部屋、朝7時から昼15時まで開いている。机と机の間は、目隠しとなる仕切りがされている。不登校の子供が学校へ復帰するために、本来のクラスの教室ではなく、保健室などの別の部屋に登校して、 徐々に学校に通う感覚を取り戻すこと。1階に体育館がある。第1体育館はバスケットボール2面、バレーボール2面が用意できる。第2体育館は2階建てなので1階体育館は柔道場、卓球場、剣道場などで2階体育館はバドミントン8面が用意できる。床が畳になっており簡易な茶室がある。主に作動部などが利用している。 文化祭ではここで、作動体験を開催している隣が、震度指導室であるため、面談などで利用されることもある。入学式春季、大会遠足縦割り遠足修学旅行休憩、大会合宿合唱コンクール合宿書き、大会臨間学校臨海学校文化祭市内、遠足陸上記録大会マラソン大会遠足市内、遠足縦割り遠足ライブ勤労体験学習士と、 県研修マラソン大会シンガポール、研修城門ドキヤキニャンマー研修テーブルマナー前期、冬季講習後期冬季、講習後購入式共通テスト自由投稿、オーストラリア研修やよいドキヤキ思いやり、集会オレンジコンサート3年生ありがとう、集会球技大会卒業式。ありがとうございます。